ジジーソルト君スパチャありがとう。チェルシーが最近442みたいなのやっていて、普通にサイドバック低い位置で張っていたり、サイドアウトが中絞って、サイドバック上がってセンターバックとの距離が開いていて、うまくビルドアップできたように思います。そうでしたね。昨シーズンは中絞れてたので、トゥエルが血迷ってる気がするのです。これは俗に言うトゥエルのメンタル不安定期です。絞ってる時に横触れてない時あったのと、あともう一つ問題は、これはもう仕方ないんだけど、ここでちょっと絞り目のサイドバックボール持ってるじゃん。相手がこうプレス来るじゃん。これね。絞り目のサイドバックがいて、ここにセンターバックボール持ってるすんじゃん。これで。で、サイドアフターがこう張ってて、まあ、4-4 にこうしましょう。こうってて。この時にさ、みんなここの選手の気持ちになってね。ここでボール受けようとしてるけど、相手がこう来たと。この時にみんなどうする？こういかない？この時に、こう上がる判断できる人なんていなくない？でも実際はこうなんですよ。こう上がると、ここあってこうあるし、これを相手が閉じてきたら、外ある。で、これを全部塞いできたりとかしたら、逆サイドに展開する。この縦に上がるっていうのはできない、なかなか自分がボール受けたいから。で、これはシュアボでもリベンジャーズでもこれ縦に上がるっていうの決めてんだけど、これやってるチームなんてほとんどない。シティはどうかな、シティアーセナル、でもシティとかアーセナルでも多分横開いてると思うな。ブラジル代表とかも絞らせてるけど、スペイン代表も。絶対ハマったら外に開く。でも絶対これ中絞った方がいいんだよ。で、それでみんなハマってたら、こっち側で展開できないってことだから、キーパー使って逆行くだけなんだよね。横開いちゃう。普通開いちゃうよ。俺も開いてたもん。だから、チェルシーとかもそうなってるのかなと思ってましたけどね。左から来るときに右のサイドバックはこのまんまこうっていうのは、僕が前半しか見れてないですけど、なかったから。